はい、皆さんこんにちは。今日はね、久しぶりに GN の125エッジネタになります。何をしようかということなんですけど、これですね。ツールボックス、これをね、今日はね、取り付けていきたいと思います。それでツールボックスはですね、もともとここですね、ここにつくんですけれども、このバイクもらってからですね、もらった時からここついてなかったんですね。それをね、今回購入して、これアリエクスプレスで購入したんですけどね、届いたんで早速つけていきたいと思います。イメージはね、これがここへこう入る、そんなイメージになります。それでまずはね、バッテリーを外していかないとこれが固定できないので、バッテリー等をね、外していきたいと思います。はい、これでね、まずバッテリーが取れましたんで、このネジとですね、見えるかな、ここ3箇所、この3箇所ですね、こんな感じで固定することになります。はい、それではね、早速取り付けていきたいと思います。こんな感じでね、入れてつけていくんで、そんな難しくないと思います。ネジはね、家にあった自分で持ってるやつをそのまま流用してね、使っていきたいと思います。まず下から、遠見のネジですかね。じゃあラチェットで止めていきます。
これで固定できましたんで、これでこの蓋をですねこうつけて完了ですね。外すときはねこれを引っ張るんですけど、結構硬いんですよね。まああんまり軽いと外れちゃうんで、まあこれぐらいがいいんだと思います。はい、この後ねバッテリーをちょっと戻していきたいと思います。はい、それでバッテリーの方なんですけど、ずっと乗ってなかったんでね、ちょっと電圧心配なんで、今充電をねしようと思ってます。ですとりあえずこの状態でね、まあ、バッテリーなくてもサイドカバー取り付きますんで、このままね蓋してやりたいと思います。このね出っ張りが出たんできたんで、実はこのサイドカバーの下にこれがあるんですね。で今までこれがなかったんで、タイラップ、インシュロックでねここを止めてたんですけど、落ちないように。今度これができたんで、ここへね入れて、こんな感じで、はい、こんな感じでね、固定することができました。ね、これがあるのとないのじゃちょっとね見た目だいぶ違うんですよね。ピシッと引き締まった感じがします。いいんじゃないでしょうか。ちょっとミラーはぐにゃぐにゃについてますけど、狭いところで止めるんで。はい、というわけでね、今日は GN125H のねツールボックスの取り付けということでお届けしました。またねこの GN の 125H でもツーリング出かけたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。